ビーインサイド。黒崎一護、死神代行だ。13番隊、朽木ルキア。石田瓜生、クイーンシどれ、本気で行くか。この力はまだ慣れてねえんだ。でも行くしかねえよな。天差三月、これが俺の挽回だ。全てをぶつける。よし、一気に行くぜ。全てをぶつける。悪いが、ここは登山。さあ構えろ、行くぞ。こいつは行くぞ。その目に焼き付けるとよい。瞬身たるゆえん、見せてやろう。俺はゴールデンまだ。
けるのか。見せてやろう。見えるならの話じゃがな。集中しろ。絶対に勝てる。ついてこいよ。この一撃で行くぜおっさん。今だ。クルービーインサイド。配信をご覧の皆様こんにちは。久保泰斗先生作品の情報をお届けするクルービーインサイド第3回をお届けいたします。司会進行私松沢根希でございます。よろしくお願いいたします。それでは早速こちらから参りましょう。ブリーチ家庭用ゲーム最新作ブリーチリバースオブソウルズのコーナーです。7月にファーストトレーラーが発表されてから国内外問わず大反響の対戦アクションゲーム、本日はこちらの豪華な皆様にお集まりいただいておりますので、早速自己紹介とご挨拶をいただきましょう。まずは森田さんお願いいたします。はい、ブリーチで黒崎一護を演じております家庭用森田正和です。よろしくお願いします。どういうこと。いや家庭用ゲーム最新、はい、そうですね、はい、もう国内外問わず大反響ですね。そうですね、家庭用です、はい、家庭用。では続いて杉山さんお願いいたします。はい、石田瓜生役をやらせていただいております杉山紀明です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。続いて織笠さんお願いいたします。はい、朽木ルキア役のお茶の間織笠文子です。お茶の間よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いいたします。続いて三輪さんお願いいたします。はい、株式会社ピエロライセンスビジネスグループの三輪拓也と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。続いて高橋さんお願いいたします。はい、週刊少年ジャンプ編集部ブリーチメディア担当の高橋です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。そして最後はこの方、久保先生お願いいたします。あ、ブリーチ原作者の久保です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあまずはファーストトレーラーについてお伺いいたしましょう。いかがでした、ご覧になって。もうね、うん、すごいですね、うん、すごいっすよ ね、はい、もうあの原作とか、はい、アニメの名シーンがてんこ盛りというところで、はい、うん、これを見事に CG で作り上げてるので、うん、ここはもうたまらないですね。ファンも、はい、もちろんのこと僕たちも本当に一瞬走馬灯かなって思うくらい死ぬんですか。もう死ぬんですか。いやだってもうあの頃ですよ、本当に始まった頃の死んでるんですか。、まあ、アニメのね初期の頃の、はい、あの懐かしさもありつつ、はい、あのただ若い世代の方たちには今のこの CG のクオリティ演出で、はい、今のアニメの雰囲気でっていう、なんか懐かしさと新しさと共存してるすごく素敵な、ね、うん、PV だったなと思うんですけど、はい、ここから始まったっていう感じが、はい、しますね、すごいしますね。一番最初、ね、信号が出てきたりとか横断歩道が出てきたり、はい、なんか全然違う別のゲームが始まったのかな。カラクラ町、カラクラ町だったんですね。カラクラ町でした。いや、ああいう演出もなんか新しいよな。うん、一期のこの千年血栓編の第一シリーズの時にやっぱりあの信号とかああいうのがこう効果的に背景として使われてたりとかっていうのがあって、あ、こういうリアリティのあるものをあの物体を出すとやっぱりそれだけこうリアルが、リアルさが増すなというのがありました ね、はい、ですし、もうね千年決戦編というかここまで原作が完結してからまた新しくお声を取り直したじゃないですか、うん、はい、そのあたりっていかがでした、振り返って、ね、まあ端的に言うと大変でしたね。ただ大変でした。森田さんはねセリフ量も多いし、いや実際アニメで7年半やってるわけですよ、はいはいはい、それを、一気にやり直させられる、もう一度生き直すみたいな。そうですよね、はい、それはなんかため切った夏休みの宿題を一気にやるみたいな。何十年分のみたいなね、ありますけど、収録自体も1年近くはもうかかっているんで、何回もあのスタジオに通ってそれで収録をしてたんで、本当に大変でしたね。なんか懐かしさもあるけど
こう最後まで知ってる身としてはなんていうんですかね、この時はまだあの人がああなると知る由もなかったのですみたいなナレーションが入りそうな、なんかこういろんな思いがすごくありましたね、音声収録は。全員なんか成長段階があったからそれに合わせて収録をしたから、一番最初今のトレーラーにもあった一番最初の頃のいちごの声を聞いて、まあ、自分の声なんですけどそれを聞いて思い出しながらやったりとか、その過程においてどいちごの喋り方も変わってくるので、それをもう一度確認しながら撮っていくんで、かなり時間はかかりましたね私収録の時、あ、森田さんこの温度ですっていう確認みたいなありましたよ。何それ、温度を確かめられるの？温度を確認して何度ぐらいでした？あ、暑いなっていう。暑いなあ、なるほど。あ、40度超えちゃってるんですね。テンション合わせないと、合わせないとね。いや、本当実際大変で、でしかもその原作準拠っていう部分がすごく多かったんですよ。なので、漫画コミックの絵を確認しながら、この時はこの顔です、この表情ですっていうのを見ながらだったんで、原作を広げて台本を広げる両方を見ながら収録。その時ってまだあの CG のこの画面は完成してないですね。はい、ないです。ない状態でこの顔になります。なるほどこの顔なんですね映像がないんですよね。映像がなかったです。リフだけだから、絵を見ようとすると原作を見て、あ、こういう表情でこういうシーンだったっけを、そう、それをやんなきゃいけないので2台あのモニターを用意したというか、でそれを見ながらずっと自分で買ったカラー版のブリーチで自分の、はい、自分です、自分でやると、うん、その辺ちょっと諸申したい部分です自分で iPad を広げて2台広げて見ながら、こっちで台本を見ながらっていうのでやってましたね。うん、相当時間はかかって、はい、でも自分でもこれでいいかなと思ったんですけど、ディレクターとかが、もしさん、あの頃だともうちょいこういう感じでした、いや俺はこうでいいと思う、いやこういう感じですか、捉え方が違うから、そうですね、それでちょっとあの喧嘩しましたそれぞれの俺の中の一部、俺の中の一部どれが正しいのかって、俺じゃねえのかっていうところが、いや僕は違うと思いますって言われちゃうともうどうにもならない。杉山くんどうだった？いや僕はそこまでなんかセリフ量もそんなに森田さんほど多くはなかったっていうのもあるので、そこまで認識が違ってるってことはなかったんですけど、おうおう、ただなんかあれですよね、そのみなやっぱり森田さん基準で森田さんがどういう温度感かっていうのに合わせて僕もなんか、あ、このシーンの森田さんはこのぐらいな感じ、あ、分かりましたっていう感じで、そこ基準でやっぱりあるじゃないですか、一号で森田さんがその、作中のこのシーンの年齢感、置かれた精神状況とかを考えてこう演じてくださってるから、じゃあそれに対してポジション的にこの時はどう見えた方がいいのかなって、その原作を初めて読んだ時の印象ってあるじゃないですか、なんだこの人、どんな人なんだろうって思う、なんかその印象を、またちょっと大事にしつつな感じでしたね。僕の温度感次第そうです、やっぱり芯となるポジションなので。なるほど、はい、でも僕の温度感じゃないさ、ディレクターの温度感全て僕に合わせてもらったって言うと聞こえが悪いんで客観的に、客観的に、なるほど、いろいろな視点があってよりクオリティが高くなってるんじゃないかなと思います。はい、だから随分そうやって細かく作ってたので、普通ゲーム撮りって大体こう台本があるものそれを前からこう読んでいくんですけど、もう本当にワンシーンワンシーンやっていくんで相当時間かかって作りました本当振り返って噛み締めるものがたくさんあると思いますが、はい、あ、こちらあの、ね、視聴者の方でまだトレーラーご覧になってない方、ぜひあの後ほど概要欄のリンクから、ね、お楽しみいただけますと幸いです。 そうですね、そして久保先生にもお伺いしたいのが、今このタイミングで新規のゲームっていかがでした、はい、改めて。いや楽しみなんですけど、あのなんだろう、格ゲー時代が出るのがすごい久しぶりで、はい、それ自体がすごく嬉しくて、でゲームに限らずなんですけど、はい、新しいのが出るときってできるまで楽しみ半分で不安半分なんですよ。おで、あのトレーラー出たときにすごく安心したのを覚えてます。
そんな待望なのもあって、はい、このトレーラー自体はあの先日7月のアメリカの AX、うん、アニメエキスポっていうイベントで解禁させていただいたんですけど、はい、もうすごい熱気で僕と美輪さんで一緒に現地に行って、はい、お二人で。そうなんですよ。あら羨ましい僕が初めての海外出張だったんですけど、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。どうでした？それをブリーチで体験できて、おめでとうございます。でブリーチファンの皆さんが本当に海外の方熱が熱いなというのを感じましたか。直接挙げられるので、うん、でかなりこのトレーラーが解禁された時の歓声が生で聞けたのが本当に。アニメエキスポ自体が北米のイベントとしては最大級になるので相当な人間が集まるんですよね。その中でもブリーチ、僕昨年行かせていただきましたけど、ものすごい人がいっぱいいて、ブリーチとにかく大好きっていう人たちばっかりなんで、またこうやって新規でゲームで、で新しい映像でって言ったら、そりゃすごい盛り上がりましたよね、きっとね。トレーラーの中であのキャラクターがどんどん解禁されると、はい、もうキャラクターの名前が出ることに、はい、わーわー絶対音聞いてないですよねそうなんですよ。だからもう一回ゆっくりウェブでもう一回見直すんだろうな、はいはい、多分国内もそのぐらいめちゃめちゃ盛り上がったんだろうな。いやちょっとこれは楽しみですね。じゃあ向こうのファンの人たちもこれはもう全世界中待ってると。そうですね。あ特にあの、はい、アクションゲームですとやっぱキャラクター出てくるたびにこうなんか試合の選手が入場してきたみたいなね歓声が上がりやすいと思っていて、だから誰がどんな風に戦うんだろうっていうのが本当に多分国内外問わずすごく楽しみだとは思うんですけれども、ね、今回ね、うん、本日初めて番組の冒頭で実際の対戦中の画面ご覧になっていかがでした？すごいなんかそのままこうアニメの映像を見てるかのような、あの無駄のない動きすごいですよ、ね、躊躇もない躊躇もない、はい、なんであんなに綺麗にガードができるのか。すごいですね。見切ってるってことですもんね。すごい。それで技繰り出してるでしょ、はいはいはい、あんなにうまくできるもんなんすみません、その辺で、ね、僕らちょっとゲームスキルが追いついてなかったりするんで、でもだからそのぐらい上手い人たちがやっても熱中できるぐらいのやっぱりクオリティの高さがあるんだと思うんですよね、うん、なんかライトなユーザーも楽しめるけど、うん、コアな格闘ゲームのユーザーも楽しんでいただけるポテンシャルがあると思いますね。ただの戦闘画面だけじゃなくて途中に差し込まれるムービーはいはいカットインがね、うん、演出がかっこいい、かっこいい、これがもうたまらない演出なんで、うんね、いくらでも見てられるし確かに、うん、あそこまで動かせたら本当気持ちいいだろうね。です ね, ね、うん、皆さんどうやら遊びたくなってきて、いやそりゃそうでしょ、めちゃめちゃ遊びたいですよ。そりゃそうでしょうよ、ねえ、うん、こちらね、まあ、ちょっと美輪さんに、はい、レクチャーをいただきながら、はいはい、ここからね対戦アクションゲームでもレクチャーをさせていただければと思います。お願いします皆さん、ぜひちょっとねもう全員が初見プレイになりますが、はい、ゲーム大会といきましょう、はい、ここからは、はい、初見のゲーム大会、はい、初見アクションゲームプレイ大会です、はい、やば、はい、ドキドキする、はい、こんなすごいセット組んでもらったら初心者だけがやるゲーム大会お楽しみ。クルービーインサイド、はい、それではあの、うん、皆さんの方からですね皆様へのティーチングもさせていただきましたので、はい、でここからはあの松田さんにもぜひゲームに参戦していただくという関係で進行一時我々の方で変わらせていただいております、はい、こちらのトーナメント表で、皆さんに対戦をしていただきます。なるほど、はい、それでですね、まあ、気になる誰がどのキャラクターを使って、はい、自分のキャラクターでしょ。松田さんはまあ別として、僕たちはそのまま森田はイチゴです。松田さんは別として、はい、だって松田さん持ち役ないでしょ。持ち役いや、もしかしたらここで出てくるのかな。ああ、なるほど、新しい死神ネキというやつが。なるほどね、新キャラをね、新キャラネキっていうのが出るかもしれない、あるかもないかもですが、今回はですね、うん、なんと久保先生にどなたにどのキャラクターを使っていただくかを決めていただきました。久保先生が皆さんの使用キャラクターを押してさせていただきます。はい。はい、どれから発表？一号。一号をまず。一号。折川さん。は？折川さん。はあ。僕ずいぶん長く声当ててるんで。ルキアを。はい、ルキアを。ルキアを杉山さんに。はい。ルキア。はい。ほう。ずれたぞ。白夜を森田さんに。白夜？白夜兄様。銀を増田和さんに。銀。やっていただきます。はい。わかりました。これ先生どういう基準でお選びになったんですか？いや、なんかバトル中にセリフ読んでくれたら面白いかなっていう
よりによって沖合さんの役ですよ。このマネ大会にはならないようにしましょう。やば。ただですね、はい、まあ初戦としては森田さんと杉山さんの対戦をさせていただいて、はい、その後折笠さんと松田さん、はい、そしてその勝者と勝者という形でトーナメントを行わせていただければと思います。はい、はい、あ、森田さん、ちなみにどうですか、このトーナメント表を見て何か。勝ち上がっていってそいつがチャンピオンでしょ、だから2回勝てばチャンピオンでしょと思うじゃないですか。うん、とうしか思えないですよ。今回はなんと。なんだそれは。なんで寄り道すんだよ。久保先生となんと対戦も今回していただこうと思います。久保先生と、はい、それ寄り道絶対しないといけないんですか。寄り道は絶対しないといけません。もうスーパーシードな感じで。寄り道ってか、寄り道っていうか、これ寄り道じゃないですか。これ普通にそのまま直線で行けるのにわざわざ、というかその直線の間に入れればよかった。なんで横に出したんですか。なるほどね。先生は何のキャラなんだ。先生はもう、あ、僕はあの夜市を、夜市、はい、もう最初から僕は夜市使うつもりだったんで、はい、夜市以外で振り分けて。なるほど、なるほど。それでは、はい、皆さん、はい、心の準備はよろしいですか、はい、進行の方させていただきますね、はいはいはい、それでは、はい、ブリーチリバースオブソウルズ大会開幕です。おい、さあ参りましょう。やりましょう。まさかのこれ兄弟対決。うん、はいはい、行くぞ。この戦いに情けなど必要はない。さあ兄弟戦いきましょう。ガチだ。なかなかこの、うえー、すげえ。床が、床が、これ床がなくなった。これ大丈夫ですか。怒られないですか。怒られるよこれ。怒られるよ。お、あ、やばい。よし、ぜひ冷圧を出していただきたい。これね、これね、当然バンパイもあって、千本桜使ってるじゃないですか。これをね、実験にこう変えることもできるわけですよ。一番上のキャラクターの名前の隣にあるゲージが、はい、あの覚醒ゲージになってますので、はい、あれが溜まったらチャンスかもしれないです。あ、むずい。兄様高い、はい、位置が高い。来ました。バウンカー、かっこいいな。シレ千本桜加減師、やばい。みんな真似してるやつだ。これやりたくなるやつ。やりたくなるやつですね。うわ、兄さん怒る。あ、怒る。やばい。千景千本座。お、かっこいいな。これを、もうやばい予感しかしない。すっごい削りましたね。やったね。すごいな。さあ、残機が4削れたので残りが5になってます。エボリューションがルキアのエボリューションができるよ。できますね。きた。袖の白雪、兄弟喧嘩最終章。最終章。どっちが長男、どっちが長女。いや、それは決まってると思う。それは決まっ、そう、相続をかけた。相続なんですか。あの土地は私のよ。お前には渡さぬ。あの絵は兄がもらう。口利きの兄弟喧嘩、恐ろしいな。ガードうまいな。いやいや、ガードばっかしててもガードブレイクされてしまう。やばい、あ、やばい、やばい。刀の裏で覚えていく。よし、染めの前来た。残念だったな。氷漬けに氷漬け4。やっぱここでまた戻された。今5対5ですからね、残機ね。
山。近づかせたくない白夜にルキアがしっかりね近づいてきますね。こうルキアの方も黄色いゲージ冷圧ですよね。はい。あれ溜まってますよね。溜まってるので、ぜひ杉山さんが冷圧技を冷圧技をしてほしい。冷圧技。ダメだ。ちょっと手を抜くと、手を抜くとじゃない、あのガードを解除すると恐ろしいことになる。ああ、そっか。難しい、そのね。森田さんが今完全に喋らず、はい、ね、させるか。させるか。その隙を与えない感じでずっとコンボを決めてますよね。さぬと。ほら、兄様が言ってるから。結構詰められてんな。うわ、遠距離すごい近づかせない。兄様強すぎる。近づく兄様強すぎる。兄様近づくな、ゲロゲロ、ね、覚醒してっていうのもありだけども、 こまめにじゃないんですけど、ひたすら通常技で削っていくのも一つの戦い方です、ね、あるんですよ。通常技を使うとあの黄色の冷圧が溜まっていくので、ああ、どんどん攻撃を重ねていくことも必要かなと思います。はい、ああ、なんてこと。おお、兄様の遠距離攻撃が強い。来た。次の一撃で幕だ。やばい。飛ぶ兄さん。やばい。やった。すっごい削られた。すごい飛んだ。わあ、強っ。やったね。兄様、強すぎます。兄の勝ちだ。面白い。イエーイ、勝ちました。最後、確定権でね、決める。勝ちましたよ。マスは2期待。折笠文子まさかの101銀対黒崎一護いい戦いですよね。どうなることやらな、はい、さっさと終わらせようか。さあ始めようぜ。揺れ方も来た。さあ会社前で、おお、すごいじゃん。一番の銀河の中、今気持ち悪い動きをしてましたけど大丈夫でしょう。ええ、あっ、おお、おお、あ、強い。いや、めっちゃ強い。マスターさん、あ、なるほど。もうコンボいきなり組み始めましたね。もうこれでなんか近づくにはあれですよね。いいですね。いいですよ。素晴らしい。負けてない。いいですよ。そうなんです。いちごあれですからね。少し刀が長いですから。はい、そうですね。刀、はい、そうですね。あっちが真相で伸ばさない限りはいけますからね。伸びます。すっごい伸びます。うわー、怖いよ。すっごい伸ばしたい。うわー、怖いよじゃないんですよ。ええ、リーチ長。頼みますよ。小さいゲージがですね、溜まっていけば。それがいっぱい溜まれば挽回できますからね。すぐ遊んでたもんええねんけど。いいですよ。いいですね。追撃。おい、おすごい、3減らしました。素晴らしい。よしよしよし、ちょっと待って。今10銀が6と覚醒のゲージも溜まっていくので、はい、ね、これで銀が、さあ銀が銀エボリューションです。できますね。漁師ですよ、漁師。そうです。松沢ね、気に挽回をさせないようにする。ね、こっちもできるようになりましたね。あ、おっ、おっと、同時。熱い。同時。どうなるのこれは。これが俺の挽回だ。あ、来た。あれ？来た。これで。来る。挽回。神死にの槍。さて。お手並み拝見といこうか。まさかの挽回状態同士の戦いが同時刻に起こり始めました、この一戦。いや、いいな。よし、すっごい伸びた。あった。すごい。急なこの遠距離になりましたから。でも相変わらずあの寄っていく感じはまさかちょっと変わる。どうしても、なんでこんな気持ち悪い動きになっちゃうの。ああいう風な攻め方するんですね。ちょっと待ってください。おー、いい感じ。一丸銀ってもっとスマートでしたよね。
いいですよ。 A ボタンを長押しでダッシュができます。 A ボタンいいですね。そうです、 A ボタン長押し、 A ボタン長押しダッシュ、ちょっと待って、詰めてそこから瞬法で裏側に回れるとチャンスがあるんですよね。出た、出ました。三匹の刻みステップ刻みステップ来ましたね。じりじり寄ってくる。すごい飛ばされた。あれちょっとやめてほしいんですね。ごめんなさい、もっとうまく、ちょっと待ってね、もっと彼はスマートなはずなんですよね。うん、スマートなはずで自分の企業ですね。そう、こんなちょ解釈違いがきっとね。にじり寄りの銀にしてますよ、解釈。ちょっと待って、これはまたベストバーズ。先生、あのにじり寄りどうですか。気持ち悪い。気持ち悪い。あんた、そういう風に言っときながら数ポイント取りましたか。よし、すっごい伸びるよ。来た。腰抜かさんといてな。うわ、避けたいな。あー、よっしゃー、やばい、これで逆転。残機イチゴが5で、そして銀が6ということで、おっと、イチゴが銀もやめました。きた。うわ、ここもね。うわ、すごい。よし、一気に。さすがです。観客がでかいな、これが。一気に、一気に行くぜ。ありがとうございます。ありがとうございます。日本の体力ゲージがもう、もういい。あ、さあ残りわずか。本当だ、大変すぎる。わずかに、わずかに。お、あ、ここでいくか。あ、いったか。この一撃で、おっと、ここでいくぜ、おっさん。あ、おっさんって言われた。おっさんで出てきました、まさかのゲスト登場。よかった。うわ、うわ、ここまで。あー、なるほど。すごい。最後の決め方すごい、ね、かっこいい。すごい決まりましたね。やばい、やばい、いやまぐれ使いこなしてました。いやいやいや、どんどん使いこなしていった感じが素晴らしいです。すごい、ありがとうございます。はい、ということでございまして、はい、準々決勝はい、準決勝、いちご対白夜ということで、まさかの俺はいちごじゃないという公演にしました。いちごに倒されるかもしれないよ。いや、あなた兄様に倒される。いやいやいや、あ、兄様公園に散歩に行きました。これもソウルソサイティを守るため。兄様毎回これ言うですね。ソウルソサイティを守るために公園に来てますから。どんな戦いでもソウルソサイティのためっていう。これ自分と戦うのってやだな。建前が必要。いきなり今のはやばかったぜ。この浮いてからの移動がうまくできなかったな。おかしい。なんか移動でね、ちょっとあれですよね、慣れたらなんかきっと。うー、ずるいよ兄さん。もう一回さっきちょっとね。最初の方がもうなんだろう、自分相手だから余計にこう遠慮なく切れるっていうのあるな。ああ、そういう感覚なんですね。あべ、吹っ飛ばされてる。自分の人数。おお。でもすごいガードが。得意な距離感に。ならば中に入ってこられた。あー、おっと、やばい。おお、やばい、挽回。あー、うわ、怖い。これが俺の挽回だ。やった、マジか。ここで長押しを。覚えていないようだな。マクドの61陸上航路、本技が発動しました。千本桜陸上航路で、陸上航路、よし。さあフィールドが変わりました。おお、さあ白夜は覚醒を残してますね。本当だ、やば。いや、やべえ、4も切れた。おー、すごい。挽回、切羽詰まって挽回。千本桜影吉、
モンタさんは霊圧技のゲージが溜まってるのでどうすればいいですか？LT を押して Y を押していただければ。考えてる隙にやらずおー気持ちいい、ね、後ろから来るよ、気持ちいい、前ダッシュを使ってすごい、うまい、おーすごい、今のコンボから霊圧技につなげました。えー、白夜も千本桜影よし、塵となって消えうせる、負けるのか、よし削ったぞ、逆転。わっ遠距離強い兄様強えぞ、強い、さあ懐に入った、おやばやばいやばい、この距離感がダメなんだよ、この距離はダメ離れた、おあやば、カイロの落ちたな、あ、お、リバースゲージを使ってイチゴがやば、あの仮面をかぶりましたね、マジか、あやば、早えな、近づくとイチゴが強いですね、近づいてからの攻撃が早い、今原作再現をしてるという、技同士がぶつかるとカキーンと落とすよね、近づけさせない兄さん、そうなんですよ夜でない、イチゴが残りわずかですね、体力が少なくなってしまってね、やば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 、長押し長押し、行ったか、おまだか、とどめといこう、まだか、とどめ、中継、これは確定来た、あーよー来た、おジェットキニーさん来るよ、もうダメかもしれん、あーすごい、よっしゃ、何も言わんのかよ、かや勝ちましたいい戦いだった、戦いやすかったですよ、よかったわ決勝戦ということで、はい、原作者対主役さあこれはどうなんでしょう、僕は忖度をするべきなんでしょうこの今後の生活がかかっている一戦になってまいりました出番が変わる、やばい、先生夜市なんですね、そうですね、本気で行くか、この後の出番が、はいはい、出番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 出るやめて嘘でしょだが切る、あだが切る、原作者を切る、早い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 、先生絶対やり込んできてる、鬼ごとがまずいのか、なるほど、やば入られるんだ、早い早い、やば早い、技の入りがすごいですね、ていうかね、思うんだけど、誰だと思う、夜市って自分で決めたからそれで練習してるじゃん、そうだって、そうだって今日この場で練習した俺とは違うんだ原作者卑怯だぞ森田さんもね、だいぶここまでの戦いで戦線を積んでますから、もうある意味これ鬼ごとやってますから、二人でね、あー入られるんだ、瞬歩を使って裏を取る、入られる、あれで入られるんだ、瞬歩で回り詰めると、うん、夜市らしい、夜市がすげえ早い、早いな、範囲攻撃も結構隙があるから、タイミング合わせるからかっこいいな、演出がこれは、さあ構えろ、おー行くぞ、成しましたね、やべえ先にやられたな、おコンボが入っていく、おーガクソ追撃が来る、
あ、入った入った。入った。うわー、なにこれ。かっこいい。かっけ。もはや文豪は無益のようだ。下がれ。挽回。ステピンさんが挽回。ちょっと。千本桜影よし。戦型千本桜影義。これを受けてなお立っていられるか。よし。すごいいい戦い。さあこの原作者に容赦をしない主人公。明日のことなんかどうでもいい。今があればいい。今勝つぞ久保タイトに。見せてやろう。見えるならの話じゃがな。見えてるよ。うわやべやば。一回コンボ組まれると、あマジか。基本技が入りました。あやばやった。仕方ない、気をつけろよ。この技はまだやばい。あやっべ。あ、やばいやばい。さあ一気に夜市のターンがやばい。ちょっと待って、すごいやばい。やばいやばい、ダメだ。入った。全然避けらんない。本技が、ちょっと待って待って待って。原作者には勝てんのか。あー強い、すごい、強い、すごい、一気でしたね。やった、普通に嬉しい。すごいすごいすごい、いい勝ち方で。すごい。はい、ということで森田さん、はい、先生には勝てませんでしたね。これ勝てませんでしたね。やっぱり原作者勝利。原作者勝利。どういうバトルなんですか。でも2回あの追撃から気候政っていうあの流れ、そうですね、一連の流れがもう2回それ先生おやりになったじゃないですか。あれやっぱ練習したんですか。いや、あれはたまたま。マジで。もうここしかないんで、白夜殿に近づけないから、うん、だって兄様の範囲攻撃の後、瞬間的に中そう入って詰めてた、うん、すげえ頑張って削ってたんだけど、一、うん、回入られちゃったらもう夜市さんの速さがもう間に合わない。いや確かにキャラの特性がすごく出てて、うん、あそこまで入り込まれちゃうともうガードが一切できなくて、うん、ああそうですよね。いくらが当たってももう無理で、うん、そうです、一切ダメだった。なるほどな、楽しい。夜市だから勝てた。やば。でもこれ初心者でしたけど、全員初心者と当然まだ発売されてないんで、できますね。できますね。すごい楽しかった、ね、だからこれからまた覚えていったらさらに楽しい戦いができるんだろうなっていう感じで、見てるのもすごいね、本当楽しかった。面白かったです、はい、すごい良かったので、ぜひまた機会があれば、はい、はい、先生おめでとうございます。ありがとうございます。クルービーインサイド。さあここまでブリーチリバースオブソウルズ大会でしたが、見事久保先生の勝利でしたが、うん、まずね感想いただきましょうか。織笠さんいかがでした。はい、私にもできました。すごく楽しかったです、はい、いや強かったです、はい、ではあのなんかブリーチをやっぱりこう追いかけているファンの方は、そのキャラクターとか武器、残白刀とかのそのなんか特徴とかそういうのをこう生かして戦術を立てられるんだなっていうのがすごく感じたので、うん、なんか今日は誰で戦ってどうやってっていうのとかをこう詰めていくと、とっても面白いゲームだと思いました。ありがとうございます。杉山さんいかがでしたか。はい、そうですね。あの僕もなんか初めてやったので全然あの細かい操作とかできてなかったと思うんですけど、でもなんか
最初の覚え始めのいくつかの技だけ出してても結構楽しくて、でいい感じで戦えて、でまあ負けちゃったんですけど、その後他の方がプレイしてるのを見て、あ、そのボタンでそっか、そうやって急に近づいたりとか、いろいろ他にガード崩したりとかいろいろできるんだっていうのを改めて認識したりとかして、分かんない状態でもこれだけ楽しめるってことは、ゲーム初心者の方でも楽しめるし、さっき冒頭でも見ていただいたように、もうプロレベルの方でも楽しんでいただけるって、すごいなんていうか振り幅の広いといいますか、すごいいいなと思いましたね。なんか上手い人しか楽しめないんではなくて、初めてなライトなカジュアル層でも楽しめる素敵なゲームだなと思いました ね。次はこれを試したいって思いましたもんね、負けてしまっても。そうですね、最後の先生と森田さんの試合を見て、はい、そっか、兄様に近づくにはこう中に入れる、はい、でスキルとか、なんか技のタイミングとかを考えればいいんだっていうのがなんか分かって面白かったです、ね、そう、本当にチャレンジ精神がこうねよりね湧いてくると言いますか、はい、さあそんな森田さん、ね、いかがでしたでしょうか。完全に僕は戦術がそれしかなかったのでとにかくもう寄せ付けないっていうことだけ、はい、触らせなければいいだろうというだけでしたけど、はい、結果それよりも早く久保先生に入り込まれるという状況だったのできつかったですね、はい、ただまあさっき折笠さんも言ってましたけど、各キャラクターによって戦術の組み立てが変わるっていうのは非常に面白いし、得意なキャラクターを一つ作ってそれで戦っていくもあり、多数いろいろと相手によってはこう今回は長距離で行こう、中距離で行こう、近距離で行こうっていうような選び方もできるので、これは非常に楽しめるなと思いましたね。どれだけ美しく原作通り勝てるかっていうそこまでのこだわりを、それちょっと見たいなと思いました。まあ、そういった意味ではやっぱりこう解釈の深さというか、先生も強かったですね、久保先生。あ、いや幸い主催者の孫みたいなトーナメント表のおかげで、でもまあ僕格ゲーのレバー回して打つ技苦手なんですよ、はい、それがなかったおかげで勝てたみたいなところ。はい、あー、なるほどなるほど、ボタン操作だ。そうそう、ボタンのシンプルな操作でいけたんで、うん、かなりすごい追撃でしたけどね。うまくはまりました、ね、はまりました兄様の範囲攻撃をかいくぐって懐に入るっていうね、一瞬でも遅れるともうダメだった。ダメでしたね、もう入られたらボコボコでした、ね、そう、オリちゃんの時はオリちゃんが突っ込んでくるのに合わせて打ってたんだけど、はい、もうヨルイスさんは合わせることができないぐらい瞬間的に入ってくるさすが先生、そこで戦略を立てていたのさすがヨルイチさんな感じでしたね。ほら素晴らしかった、うん、背景とかもすごい綺麗です。綺麗だね、うん、原作の雰囲気のそのまま、そう、技出すと背景壊れてくれるのにいいですね、木が倒れたりとか、うん、挽回とかのああいうムービーも どうでした先生。いや、よかったです、すごく。ムービーはね、これ初見なんですよ僕。あ、そうなんですか、はい、ムービーまでは監修できてなくて行ってみたんですけど、すごく良かったです。すっごい綺麗でしたよね、本当綺麗、興奮するよね、はい、カットインが、うん、またなんかゲームの流れを止めないぐらいの魔尺ですごいいい感じで入ってくるのがいいですね、はい、盛り上がる、はい、盛り上がる、おー来た来た来たっていうのが、ね、うん、ありますね、はい、こんな感じでございます。ありがとうございます、はい、ちょっと私自身も102への理解をもっと深めてまようそうですね、そうなんです、なんか負けるとすごい悔しいというか、あ、私の理解が足りなかったためにってなるよ、なんかあのにじり寄りはちょっとにじり寄りちょっとキャラクターへの理解そうですよね、はい、しかも前半はにじり寄るんだけど負け始めたらこうにじり下がるっていう、そうなんですよ多分彼はあんなことしないと思うのでなんだろう、もう一度作品好きになれるなっていうのがすごく良かったなと思いました、はい、背景も含めてね、ですのでぜひ皆様にお楽しみいただけると思います。ブリーチ家庭用ゲーム最新作ブリーチリバースオブソウルズはプレイアブルキャラクター全員が覚醒して極限の状況をひっくり返し逆転し合う一撃必殺ドラマティック対戦アクションとなっております。続報を楽しみにお待ちください。クルービーインサイド。さあそれではここからはアニメブリーチ千年決戦編に関するコーナーをお届けいたします。ピエロフィルムズの富永プロデューサーをお迎えしてお話を伺ってまいりましょう。では富永さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。さあブランド名がね、そうですね、新しくブランド名変わられたんですよね、うん、そうですね、ブランド名というのかなんというか難しいところなんですけども、うんうんうん、我々が作っ
いるスタジオで作らさせてもらう、アニメのアニメーション制作のクレジットを、ピエロフィルムズという英語の表記に、はい、今回のブリッジ青年結成編の、第3クールから変更させていただくということにさせていただきました、うん、なるほど、はい、スタジオピエロっていう名前は継続してある？あります。スタジオピエロもあって、今回このなんていうかブリーチにふさわしいとか言ったらちょっと失礼ですけど、なんかかっちょよくてクオリティの高いアニメ作ってるぞみたいな、あのなんか感じで出したいなというところもありまして、まあ我々のこう決意表明も含めて今回からこのような形にできればなということで変えさせていただきました。で元々のスタジオピエロも残ります、もちろん、はい、残ります。なので我々のスタジオで作らさせてもらうのがピエロフィルムズになるという、はい、かっこいいですよね、うん、一緒にフィルムズがつくとなんかこう外国のような雰囲気が画面に統一感が出ます。ああ、それありがとうございます。ありがとうございます、はい、なのでそっちの方がかっこいいかなっていうところが、はい、うん、ありますし、はい、じゃあ新規店このブランド名でブリーチ、そうですね、ブリーチが、今回初めて使わせていただくので、はい、本当にこうふさわしいというか逆にこうブリーチに迷惑かけないように頑張りたいなというふうに考えてます。あ、じゃあピエロフィルムズ第1回作品がブリーチと、そうです。わ、すごい、すごいですね。そうです、もう記念すべき、なんかむしろ便乗させていただいてるっていうところはどっちかっていうとあるんですけど、はい、さらに俺たちも便乗していこうというそうですか、はい、はい、まあ、今までのね第2クールはではあれでしたけど第3クールからまあ気を新たにっていうところでね、そうですね、いろいろ久保先生からもまたお力を借りたりしながらみんなで頑張って作っていきますぞという、うん、はい、なことですね。そういうことでございます。楽しみでございます。はい。ではそのねブリーチ、うん、放送に先駆けて、うん、今日ちょっとお見せいただけるものがあると伺っております。ほう、はい、もちろんございます。はい、はい、はい、用意してきておりますので、はい、ぜひご覧になってみてください。はい、はい。100年後のソウルソサイティから夜を100夜奪ってこしらえた恩師を弔う墓標の群れじゃ。恩師のまとう黒までも吸い上げ、恩師の血も肉も骨も何もかも黒く潰して無に帰る。転生すらも許さぬ。真っ黒な地獄へ落ちるがよい。はい、すごいかっこいい、うん、ああなってたんですね、うん、ああいう風に挽回始まるんだ。そうですね、なんかこのモノクロの世界観がすごく印象的でしたね。久保先生もああいう風な想像して最初描いてるんですか漫画？そうですね、漫画とあれ全部描くとすごい邪魔になるんですよ。おほほほ、ボタンも出しちゃうんで。ああ、なるほど。なんでこう極力削って書くんですけど、それを一応全部ここはこうなってこうなってっていうのを図面に起こし、図に起こしてで渡して、あれですよね、その漫画とアニメーションと、ま、思い描いている世界は同じだけど表現方法をどこまで表現してどこまでは想像に任せるかみたいなさじ加減もあるってことですよね、はい、媒体に応じて。結構罠とかってこっちがこのつもり、そのつもりに書いてても映像になるとこの出方じゃないんだよなってことが往々にしてある。あ、なるほど。それを極力なくすためにイメージ通りのものになるようにこういう細かく伝えるというか。はあ、僕たちが読んでた時にはこれがもうバンってあの絵になるっていう、はい、決めになるっていうところで、今回それイメージ通りに、そうですね、やってもらいました、うん、ね、今までの積み重ねでもありますけど、やっぱり久保先生にどういう感じでこの技成り立ってるんですかっていうのを聞いて、うん、アニメサイドとしてねいろいろ演出を加えて、うん、形にできてるっていうのはねいいことですよね、うん、本当にありがたいです、いつも頂戴して、うん、で今回からねCG 等々もこれまでより物量を増やしていて、表現の幅もどん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 広げていくような試みもしているので、うん、今のシーンとかまさにそれがまずは分かりやすいところかな、うん、CG と
撮影エフェクトと作画はもちろんなんですけど、うん、まあ、カメラワークもついてますし、うん、すごくかっこよくなったなというような印象で、はい、感じました、はい、うん、これを作る時その、まあ、先生のイメージっていうのを伝えて、それで先生がイメージを伝えて表現するっていうのはアニメでやるっていうと、これかなり苦労した点とかってあるんですか？やっぱりあのなんていうかほぼ CG なんですけど、はい、まあ、それをやっぱりあの先生から頂戴したあの絵にどこまでこう合わせて、でアニメなりの表現を加えて、うん、っていう、こう空間にしていくかというか、その空間作りっていうのが非常に苦労したかなっていう、うん、そうですね、広がりとか時間の経過でどういうスピード感でそこドンっていくのかっていうのとかが、うん、やっぱりアニメの方が伝わりやすい面ってやっぱりあるじゃないですか、うん、だからそれをすごく素敵に表現されてるなと思って、あの淡い色味もそうですし、うん、あのスピード感もそうですし、なんかすごく素敵だなと思いました。あのアウトラインをまた黒じゃないカラーでやってるのも少しアーティスティックだなと思ったんですよ。こだわるがねすごいよね。すごいですよね。もうなんかどこ切り取ってもなんかポスターでそのまま使えそうなぐらいのすごいクオリティですよね。今回の千年決戦編ってなんか色がものすごくこう繊細に描かれて、わかります、この後ろにもありますけど、このね、なんていうんですか、赤っていうと違うかもしれませんけど、青と赤ねの使い方もすごいビビッドで、すごい世界観、そのソウルソサイティとかそういうどういうなんて異質な空間なんだろうっていうのをすごく素敵に表現されてて印象的だなと思いました、ね、今回第2の時に、うん、イチゴの方が赤で、でウリュウの方が青で、はいはいはい、マゼンダとシアンのこの使い方って今回すごいこだわってるなって。そうですね、まあ、ある意味こうイチゴとウリュウを象徴するようなカラーでもあるので、うん、その使い方とか、あと光の表現、霊視の光の表現とかもすごい素敵だなと思って拝見してました、うん、では改めてお伝えいたしますと、はいうんはい、テレビアニメ第3クールブリーチ千年決戦編総国誕、うん、2024年10月5日土曜日23時から、うん、テレ東系列にて放送開始となります、うんはい、そして各種配信サイトでは10月6日日曜日、毎週日曜日の12時から配信開始予定となりますので、詳しくは公式ホームページをご確認ください、はい、といった、ね、初解禁情報も、はい、ついに日付が決まったんですね、はい、10月10月ってずっと、はい、そうですね、いつなんだと10月もそう10月もね1ヶ月ありますからね、あここからということで、ね、はい、よかったです。ね、10月の最終週だったらちょっと待つのきついなと。ちょっと年末漏れちゃう。10月だけどみたいな、ね、一番第一週目に来たっていうのはちょっと嬉しいですね、これ嬉しいですね、ですし、いよいよ第3クール本当に始まるなっていうね、うんうん、実感も湧いてきて、はい、どうでしょう、こうクルービーインサイドならではのちょっと情報を高橋さんいただけますか、はい、そうですね、今あのみんなさんであの話もさせていただいた、うん、あの久保先生がどういうふうに普天大殺領をイメージしていたのかというような、うんあのイメージ図も今画面の方におそらく出していただけているかなと思うんですけども、まあ、こんな感じのものをいただいて、あの先ほどの話とちょっと重複してしまうところもありますが、あのアニメサイドで、まあ、それをそのままやるっていうだけだとやっぱりどうあのよりよりよりよくある意味していこうか、こう先生に見ていただく上で、あこういう面白いイメージちょっと加わったねっていうことを言ってもらえるような何かができるためにピエロフィルムズにきっとなったと、おっしゃる通りですね圧迫してますね、まあ、でもとにかくいつもそのつもりではあの、ね、いただいたまま映像にするのではやっぱり全然ダメだと思いますの です、ねはい、より深く理解してそれを、はい、プラスアルファ必ず何か付け足して、うんまあ、アニメーションならではの表現にはもちろんなると思うんですけど、うんうんはい、あのそういう先生からやはりいただくと我々もすごく刺激を受けさせていただいて、まあ、もっともっといいもの作ろうという気持ちにやっぱりなってますので、はい、そういう気持ちでやっております。多分ね先生からいただく中でもあの今までの流れも含めてあこういう形で渡すとこういう形で上がってくるんだなっていうある意味コミュニケーションがどんどん深まっていくことで、うん、じゃあこういうことってやってみたら面白いんじゃないとかっていうことをね言っていただけていくようになっていくとフィルムがより面白いものにどんどんなっていくかなと思うので、スタッフ一度頑張って、はい、おります。制作中でございます。ちょうどあと1ヶ月後と
約1ヶ月ごと、そうですね、この配信から約1ヶ月後になりますね、はい、楽しみです、はい。さあそれではね、ここでいくつかお知らせをさせていただきます、うん、はい、まずはプレミア上映会がやってまいります、うん、テレビアニメブリーチ千年決戦編総国短プレミア上映会は2024年9月16日月曜日祝日に開催いたします。17時30分開演予定の第2部ライブビューイングのチケット一般ですね、こちらが9月7日の土曜日12時から13日の12時の期間で発売となります。ご来場いただいた方にはキービジュアルを使用したポストカードをプレゼント、詳しくはアニメ公式ホームページをご確認ください。さらにこちら、第1クールに引き続き視聴者の皆様からの投票を受け付けておりました第2クールのスタンプ、順調に制作が進んでおります、うん、で本日数点お見せいたしましょう。こちらですが、お皆様いかがでしょう。ほうほうほう、インパクトの強いシーンが、そうですねなるほど、やはりスタンプ映えする皆さんといいますか、そうですね、そういうことか、今俺うーんって言ったけどこういうことなんだな、一号がうーんなのね、そう、返答に困った時にね、まさに使いやすい、つなげられますよね、うーんスタンプにしていただいたですね、そういうことやな、まあ、第一クールからのものともね組み合わせていろいろ使っていただけるんじゃないかと思うので、ここにあるもの以外にもラインナップはございますので、はい、はい、楽しんで使っていただけるように準備、組み合わせたりしても楽しいですよね、うん、ですので販売開始がプレミア上映会実施の9月16日を予定しているとのことで、はい、ぜひ皆様、ね、楽しみにお待ちください。あ、じゃあもうプレミア上映会を見た方はもうその後 LINE でこれでやり取りをしてもらうと、はい、だからそれこそまさに輝いて見えるものだよっていうスタンプが生きてくるんじゃないかな、感想として、はい、な、感想、これいいじゃないですか、はい、いいですね、お土産、あのブリーチのこのグッズ、プレミア上映会のグッズ買ってきてねって言われたら、はい、うん、そしたら即座にウリュウを押して考えさせてもらう、はい、そ, それはいいのじゃないんですか考えさせてもらう、ね、だからね、楽しいですよね、こういったコミュニケーションが取れるですね、はい、さあそしてまだまだございます、うん、こちらブリーチソウルパズル、こちらはアプリゲームブリーチソウルパズルですね、はい、テレビアニメブリーチ千年決戦編初のパズルゲームが事前登録開催中でして、はい、カラフルなピースを揃える簡単爽快なパズルゲームとなっております。詳しくはアプリ公式サイトをご確認ください。はい、またテレビアニメブリーチ千年決戦編第1クール第2クール一挙無料配信も実施決定です、うん、第3クール放送前に復習にも予習にもなりますので、詳細はアニメ公式ホームページご確認ください。以上ここまでアニメの情報をお伝えいたしました。続いてファンクラブからのお知らせございます。高橋さんお願いいたします。はい、アニメの第3クールと合わせる形でですね、うん、久保田愛斗先生公式ファンクラブクラブアウトサイド限定のラジオを不定期で配信を開始させていただこうと思います。はい、でですね、まず最初ちょっと第0回として、うん、あの立て付けさせていただいたんですけれども、本日この後20時頃から配信を予定させていただいております。はい、いや僕たちが、はい、この第0回と出させていただきましたね。もう本当に先生ともかなりディープなお話なんかもさせていただいたりして、もう作品を見終わった後にあそんなことがみたいな、ね、驚きもたくさんあると思うのでぜひ、聞いていただきたいですね。発見もでも たくさんありましたけど、はい、久保先生がかなり言っちゃいけないこと言ってましたから大丈夫かな、カットされてないですかね。カットされてないかどうかです、どうかも含めてちょっとご確認いただきたいですね、カットされてなければ相当すごいレアな情報が聞けるんですけれども、はい、もしかするとバッサリいかれる可能性もなきにしもあらずという、はい、ドキドキの内容です。クラブアウトサイドのアウトってそういうことだったんですね。そういうことだったんですね。ブライの人間たちです、うん、アウトサイダーです、ね、相当すごいんですよ久保先生情報は、楽しみです、はい、ね、この YouTube 番組とはまた違った見え方だったり、はい、ディープな部分っていうのが楽しんでいただけるような内容に、ね、まあ、第0回になったかなと思いますし、はい、これからも皆さんの力を借りながらしていければと思いますので、はい、視聴者の皆さんもどうぞお楽しみによろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ本日は盛りだくさんの内容でしたが、うん、そろそろお別れのお時間が近づいてまいりました、うん、はい、ね、最後にまあ感想であったりあとねご覧の皆様へのメッセージいただきたいと思います。まずは盛田さんいかがでしたでしょうか。はい、まあ、今回はですね家庭用ゲーム機新しいね久しぶりにブリーチのを関したあのコンシューマー用のゲームというか、
それが発売ということで、実際に実機を使って、僕たちプレイしましたけれども、非常に、質の高い面白い、作品になってますので、来年のね、来年まだもうちょっと時間ありますね、ちょっと時間があるんですが、はい、その間に、まあ、アニメの放送があったりしますので、そこでしっかりこう体を温め、心を温めてですね、このゲームの発売待っていただきたいなと。そしてまた10月に放送が決定しました、アニメブリーチ第3期のね、総告譚ですね、はい、総告譚、これがどういう展開になるのか、はい、この辺がさらにもう僕たちも今言えないことばっかりなんですが、ピエロフィルムズになってですね、初の作品ということでかなり気合の入った状況になっております。皆さんも1年近く待った状態になるわけですよね、放送ね。なので、あっという間だったっちゃあっという間だったんですけれども、お待たせしたなという気持ちもあり、まあ、お待たせした分すごい、作品になっていますので、ぜひこちらの方もお楽しみください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。杉山さんはいかがでしたでしょうか。はい、もう今日も盛りだくさんだったなと思うんですけど、まず最初にあの本当に、リバースオブソウルズですよね、うん、あのゲームということで、なかなかこうあれですよね、原作がすごく続いててキャラクターもいっぱい登場する中で、そのスピード感のあるアクションシーンとかをどういうふうにゲームに落とし込むかっていろいろ考えたりとか試行錯誤されたりしたこといっぱいあると思うんですけど、すごくいい感じで出来上がっていて、まだもちろん完成版、今日ね見ていただいたのは完成版ではないんですけども、あの本当にライトなゲーマーさんでも楽しめますし、もうコアな人たちのガチバトルも楽しいですし、またそれをなんかあの見てるだけでもあのアニメのすごいバトルの盛り上がってるシーンを見てるようで楽しいですし、演出といいゲーム性といいすごく素晴らしいなと思ったので、本当に発売が今から僕も楽しみです。そして、アニメの方ももちろん、第3期がね、10月から始まるわけなんですけども、ピエロフィルムズさんというふうにちょっとタイトル、まあ、冠といいますかね、ちょっと変わって、ただ、やっぱりその名に恥じないクオリティが多分3期も皆さんにお届けできるんではないかと思います。本当になので、第1期第2期と通して見ていただいて、皆さんの期待を裏切らないどころか、まだ上行くのぐらいのやっぱり、クオリティと内容と、でそこに先生の監修していただいた漫画でも描かれなかった補足的な要素っていうものもどんどん盛り込まれて、はい、きっともっと見たいんだけどみたいな、きっと意識的な30分アニメなのに見た感覚が5分10分とかぐらいな感覚にもしかしたらなっちゃうかもしれないんですけど、そのぐらい没頭して見ていただけるんじゃないかと思いますので、まずは第3期、そして来年ゲームでという形でもうね、今年も来年もブリーチたくさん楽しんでいただけたら嬉しいなと思っております。今日はご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました、はい、富永さんはいかがでしょうか。はい、森田さんと杉山さんにまとめていただいたのですみません、いえとんでもないです、ね、はい、アニメ第3クール、ピエロフィルムズで初の、やらせていただく作品になりますので、とにかく見ていただいているお客様に喜んでいただけるように今スタッフ一同、制作しておりますので、その分自信を持って、出せる内容にもなっているというふうに思いますし、ぜひ楽しみに待っていただければと思います。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。では最後に久保先生お願いいたします。はい、いや僕ももう言うことはないんですけどとりあえず今日は優勝できてよかったです最高の一日になりました。ヨルイチさん超強かったでアニメの方もこの作ってる側からしたらあっという間なんですけれども、うん、まあ待っていただいてる側としては待ってたぞっていう感じだと思うので、お期待に添えるようにそういうものになってると思いますので楽しみにしていただければと思います、はい、ありがとうございました。ということでクルービーインサイド第3回ご覧いただきましてありがとうございました。またお会いいたしましょう。さようなら。さようなら。